平成20年7月26日に一宮手の国造神社で女祭りが開催されました。正式な名称を音羽部信仰式と言います。女祭りは阿蘇神社と国造神社の2カ所で行われ、国造神社のうなりは6人、うなりは4つの祭神と火の神水の神に合わせた6神の食事を運びます。国造神社の祭神を遷座した神輿は御田と呼ばれるおかり山で運び、ここで御田歌を奉納します。御田では神輿に早苗を投げる田植え式が行われ、早苗が神輿の上に多く乗ればその年は豊作になると伝えられています。落ちた早苗は持って帰り、自分の種を植えると虫がつかないと言われています。また2日後の28日も阿蘇神社で女祭りが行われました。天候に恵まれた青空の下、式は始まり、うなりやみこしが参列し姿を現すと、たくさんの人々がカメラを構えていました。女祭りとは阿蘇を開拓し農耕を広めた阿蘇大明神をたたえ豊作を祈る祭りです。国造神社と阿蘇神社で日にち別に祭りが行われます。阿蘇神社の御田祭りでは2人の早乙女が馬に乗って参列します。早乙女は地元の小学生が花笠をかぶって、緑色の上下に黄色の袴をつけます。ここが国造神社の御田祭りとの違いになります。他にも阿蘇神社のうなりは14人、阿蘇十二神と火の神水の神に合わせた14の神々の食事を運びます。神輿を担ぎ一日中町を歩く過酷な祭りです。今年も阿蘇の田畑はきっと豊作になるでしょう。